県内で新たに340人、新型コロナウイルスに感染していることが分かりました。このうち8割以上が経路不明となっています。県は今日午前10時までに新型コロナの検査を2279件を行い、新たに340人感染していることが分かったと発表しました。自治体別に見ると、金沢市が144人、加賀市が50人、 白山市が三十人などとなっています。感染経路別では感染者と接触があった人が六十四人。今のところ経路がわからない人が全体の八割以上に当たる。二百七十六人となっています。症状別では無症状が十三人。軽症が三百二十五人。中等症が二人で重症の人はいませんでした。県内では。 1日当たりの感染者の数がきょうまでに5日連続で1週間前の数字を上回っています。